まずはアプリダウンロード。そうですね、ドライブレコーダーのアプリをダウンロードしますので、iTunes ストアから英語でジープ DVR でですね、 DVR でこの画面ですね、これをまずダウンロード。はい、ジープ DVR っていうアプリですね。はい、これをダウンロードします。はい、ありがとうございます。わざわざカメラ向けていただいてで、このアプリで駐車場と家が離れていても車の状況が見えるってことですか？このアプリはまた別です。あ、これ違う。これは何のアプリですか？はい、これは映像を保存しているファイルとかを確認するとか、はい、ドライブレコーダー自体の設定を変更するアプリになりますので、まず先にこちらをダウンロードして設定を変更します。はい、で今この状態ですと、あの Wi-Fi がここから電波を出しますので、 iPhone の設定画面、はい、この状態にしておいて、ここのアンテナマークのボタンを、はい、アンテナマークですね、ボタン、これを押すと、はい、スマートフォンで Wi-Fi ネットワークに接続します、発言します。はい、 Wi-Fi ボタンを押す、はい、はい、そうするとジープアンダーバー、まあ、数字ホニャララって出ますので、それが出るまで一旦待機。あ、これだね。あ、そうです、これです。はい、でそのジープアンダーバー81番を押します。はい、でこれもどの機種も同じで、最初のパスワードは123456789です。はい、123456789だから、これ変えとかないと、はい、隣のジープに侵入されるってことですね。で接続します。はい、でこの状態でこの Wi-Fi、 このドライブレコーダーの環境下に入ってますので、はい、今度ここの中に入っていきます。これ Wi-Fi と接続が完了したよってことですね。これ今 Wi-Fi がね、はい、OK になってるかね。で、はい、さっきのアプリに入ります。さっきのアプリです。はい、これでずっと強化強化で走っていきます。強化、はい、これでいいのかな。ここの赤いボタンを押していただきます。はい、ドライブレコーダーの接続が必要ですって書いてあるので押します。はい、で OKOK できます。 OK で、これもう読みながら次へ次へで、次へ、はい、スマートフォンに接続されました。これ接続されました。なんか一瞬で繋がりましたね。はい、ここでこれで今アップグレード、はい、まあ、定期的にソフトウェア自体が更新されますので、うん、入った時にこの画面に出たらもう OK を押していただく、はい、まあ、アップグレード完了しましたよと。交通安全警告データのアップグレードが完了しました。はい、ファームウェアアップデートやりましょう。やりましょう。今 1.01 になると思いますので、これやることによって、はい、少し時間かかります。これで今何 あのアップデートをしてるんですかね。結構 大きいアップデートですね。まあ、正直私もわからないです。わからない、はい、まあ、バグを改善してるぐらいで。あ、そっか、佐藤さん別に毎日これを使ってるわけじゃないですか。そうなんですよ、最新だからまだわからないです。使ってる人が少ない。少ないですね、まだ。12月に発売したばかりのドライブレコーダーで、はい、1月納車の方たちに取り付けが多くなっているので、うんうんうん、そんなにまだ多くないですね。じゃあこの YouTube でいろいろ使い勝手みたいなのを紹介して、実際にどっちを選ぶのかっていうのをね、はい、だからまだ 100%、100% おすすめはまだできないってことですね使ってないから、まあ、純正というところでこのジープのマークが入っているドライブレコーダーもうこれジープ買ったらジープ、これもう皆さんやってますから新車を買ったらメーカーのオプションをつけるというのが楽しみでございますので。出たよでもほら今いろいろねドライブレコーダーってありますよね。はい、あります、いっぱいあります。ユピテルとか。そうです、有名メーカーいっぱいありますよね。はい、あります。そんな中でも SIM が入ってるっていうのはなかなかまだね、まだそんなに多くないですね。普及してないですよね。はい、そこいきなりもうディーラーの純正オプションで SIM が入るっていうのはね、はい、はい、でこれも一回切れますので、もう一回ここで入ります。アップデートを開始します。シャットダウンしないでください。本体のアップデートも入ってるんですね。入ってます。あ、なるほど、そういうことか。このアプリだけのアップデートじゃなくて、うん、本体のアップデートもしてくれてるよっていうことらしいです。まだやってますね。あ、まだやった。まだやってます。ああ、動いてます。ここチカチカしてますね。はい、これ今本体のアップデート中です。本体のアップデートが終わるとまたこれ繋がってくれるのかな。繋がります。お、正常に更新されました。はい。
正常に更新されました、はい、Wi-Fi に接続するところから、そうですね、あ、本当だが出てくると思います。お、GPS に接続されました。今これで B1 が出てくると思います。はい、来た。はい、来ました。これで入っていただいて、はい、アプリに入ります。入ります。はい、スマートフォンに接続されました。はい、接続された。はい。まずファイルリストをボタンを押します。まずファイルリストを押します。はい。はい。で、常時録画を押します。常時録画を押します。取り付けした後の、録画データすべて保存されてますので何でもいいです。押してみてください。おお、出てます。多分これつい本当に数分前のデータになってると思います。時間がとですね、14時43分、1分前ですね。さっきですね、はい、これは何か動いたから、これは常時録画されてるモードなので、はい、ずっと録画だけは進んでます。すごい。これリアです。リア、後ろですね。はい、で後ろの画面ですね。すごい。このように必要なデータがもしあった際はすぐに確認できて、かつもう一回戻っていただいて、はい、この3本ある棒、はい、ここからダウンロードをすると、あ、ダウンロード映像として残りますので、これは今、ここにあるやつをストリーミングで垣間見てるだけ、はい、そうですね。本体にはデータがない状態です。メモリーカード、 SD カード上に常に録画されてますので、それをダウンロードしないと上書き保存でこう全古いデータが消していきますので、はい、その中から欲しいデータを、こう見て、はい、あ、これだなって思ったらダウンロードですね、すると。ダウンロードはここからダウンロード、そうです、はい、OK です。はい、まだ一旦これ戻ります。これずっと録画してる、止まってる時も、エンジン切ってる時も、エンジン切ってる時も録画されてます、うん、でこの後駐車監視モードというモードに変えますので、人が通ったりとか、はい、車が入れたりすると録画が始まっています、始まるっていう設定に変えるんですけども、はい、基本的にはずっと録画してます。なるほど。バッテリー大丈夫なんですか。バッテリーは、これも設定で6時間3時間っていう何もない状態では一応切れるようになってるんですけども、はい、まあ、多少の微量の電圧流れてますので、1ヶ月とか放置してるとやっぱバッテリーつけてないよりはつけてる方がバッテリー上がりやすいです。あ、まあでもそんなレベルなんですね。そのレベルです。1ヶ月とか、はい、1週間とかだったら全然大丈夫、全然問題ないですね。お、なるほど、はいはい、じゃあちょっと設定を、はい、ドライブレコーダー設定、はい、録画機能設定ですね。録画機能設定、はい、はい、で駐車モードが無効になっているので、はい、駐車モードを、まあ、あの説明書を見て どれにするかっていうのはもう自身で決めていただけます。モーション検知は人が動いたりすると撮影されます。撮影変えます。まあ、皆さん大体モーション検知が多いです。はい、タイムラプスっていうのはあれですよね、早送り状態で、はい、そうです、パラパラ漫画で写真撮るやつですよね。はい、じゃあモーション検知ってやつにしました。で細かいモードはこのようにして設定ができるので、ここはもう本当に触りながら皆さんやっていただくといいと思います。はい、これね、モーション検知ってやつは、誰かが動くと録画が開始されるやつ、はい、そうです。で駐車衝撃感度っていうのは、これなんかこう、そうです、今中間になってますね。最も高いにするとかなりシビアに拾いますので、まあ、猫がボンネットに乗っただけで録画する、あの、そうですね、録画はすると思いますね、はい、じゃあちょっと敏感ぐらいにしときましょうかね。はい、でモーション感度、モーション感度、これ人の動きですね。ああ、もう鳥が羽ばたいただけで撮っちゃうのか、撮っちゃうが、そうです、人が動いてもそんなに撮らないっていうか、なるほどなるほど、モーション敏感にしときましょうかね。はい、はい、一応最初ビビリなのでね。で録画終了タイマーは6時間で一旦切れますよというところになります。これも選べます。はい、はい、これはね、あ、もうものすごい長い時間終了できますね、はい、大体皆さん6時間という設定で、ここ変更する方はあんまりないと思いますね。じゃあ6時間にしておきましょうか。はい、はい、次これだね。はい、これが無効になってるとバッテリー上がっちゃうよってことですね。そうです、そうです。低電圧シャットダウン機能、はい、まあ、有効で大丈夫です、はい、で 12V だから大丈夫、24V、はい、ここも私もちょっと未だに設定はこのままにしてます。24V、これ意味わかんないですね、はい、あ、わかった、低電圧が何電圧でシャットダウンするかだ。ああ、だからギリギリまで電池なくなって止めるのか、まあちょっとなくなったぐらい止めるのかってやつです、うんうん、多分。これ何、
冬季カットオフ電圧、うん、これ私も見てないんで分かんないんだけどもじゃあ調べます調べましょう、はい、はい。でこんなもんですかね。こんなもんで、はい、終わりです。ドライブレコーダー設定はね、そうです、はい、あとはで、あとはもうこの辺の交通安全警告設定とかは、はい、あのこの車両タイプをセダンから SUV にしていただいて、セダンから SUV にする、はい、であとこの ADAS とかってあるんですけども、はい、緊急自動なんか安全装備先進技術と同じ機能がついてて、はい、あのラングラーついてますんで、はい、これつけてもあんまり必要ないと思いますね。なるほど。車線逸脱、白線からはみ出ると、はい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 、音声で喋ったりとかするんですけども、はい、これついてる、ついてこれついてないとラングラーはついてない、はい、でも車線でよく怒られるんですよ、それ車線変更なんか線かぶってますみたいなやつですよね。そうです、はい、でこの前方衝突警告もこれついてますんで、あついてるから、はい、まあ、必要ないかなと。わかりました、はい、これは低速 FCWS、 私わからないです。わからない、はい、わからないですはい、OK、調べてください。 OK です。これはあこれ F、 F、 あこれあれですね、あの前の車が発車した後に止まってたら、はい、あの警告してくれます。あ走ってるよって。そう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 。あこれ便利ですね。これちょっと有効にしとこう。やりそうだね、携帯いじっててね、青になって後ろの車にプッってやられないようにするやつ、うん、はい、そうです、便利ですね。でこんなもんですね、ドライブレコーダー設定これでも保存されましたので、はい、もうこれで以上になります、はい、でちなみにパスワード設定は、この環境設定からパスワード変更できますので、はい、ここで今の1から9のパスワードを変更してみてください。はい、で一旦これで解除されますので、Wi-Fi が一回入り直しです。あ、なるほどね。はい、あ、そうか。パスワード変えたので。そうですよね。ここのパスワードが変わったということですから、はい、もちろん切れますわね。5。はい。はい。これで誰にも見られません。見られません。はい。これマジで変えとかないと、ドライブレコーダーの映像が見放題っていうことになっちゃいますね。そうでございます。危ないですから必ず変えましょう。皆さん変えてください。はい。で今のはこのドライブレコーダーの設定するためのアプリです。ですね。終わりました。次は今度ライブ映像、はい、リアルタイム映像を見れるものを入れますので、はい、またアップストアですね。アップストアで、はい。コネクテッドドライブレコーダーで。あ、これ？あ、それです、それです。はい。コネクテッドっていうアプリですね。コネクテッドですね。コネクテッドを入手します。はい、入手します。で、これが、遠隔でも見れます。これが今回のこのドラレコの目玉です。そうです。この車にいなくても、駐車場とマンションが離れてても、うん、エニカで車を貸しててもドライブレコーダーの画像が見れちゃう。見えちゃいます。はい、そういう機能です、はい、で強化で走る。強化ですね。でここから確認 でこの後、はい、会員登録です。ここですね。ここでみんななんかあの時間かかる人は時間かかると。ここはもうご自身しかできないので、まあ、私あの IT スキルは高い方ですね。一瞬であの解決してみせます、はい、アップルでいこうかな。アップルでいきましょう、はい、はい、こんなんあったっけ。あ、それつけた。早いですねまだ納車前なのでオプションつけちゃった。早いですね、随分。もうここもあのあれ貼りました。あったよ。早いですね。また綺麗ですね、貼り方が。はい、それ便利でしょ。いいですねこれ。え、なんかちょっと待って、韓国語出てきた。それは韓国、もうスルーしてください韓国語出てきた、はい、これ登録一旦メールがなんか送られてますね。認証か、認証数字が、はい、認証コードね。はい、まだっすね。ちょっと待って、ログインしてアップルでサインインじゃん。完了。はい、さっきはハングル文字、あ、ID を取得する。はい、全てに同意する。次同意する。はい、また戻った。はい、ループ入りました。戻った、はいはい、iTunes 入ってみますこれで昨日私1時間かかりましたお客さん長いなと思いながら。ループされたい。ループ、はい、さっきのハングルが正解だったの。ハングル来た、来ました、はい、でこれで
なんて書いてあるんだろう。わかんないですね。完了状態です。完了した。そうなりますよね。はい、会員登録。会員登録です。でも同じなんですよ。これ同じになってしまうんで。これね、IT スキルが高くてもあの意味ありません。本当はこのメールが飛ぶんですよ。はい。はい、じゃあ、まあ、Apple とかそう Apple でサインインするとかを飛ばし、こっちで行ってみましょうね。はい。これね。はい。今日昨日はあの多分10ループぐらいしました。10ループした。もっとかもしれないですね。これはね、ソフトウェア側のやつだね。そうなんです。はい。でニュース購読するチェックリスト。あ、チェックリスト。もういいや。パスワード保存。うん、あ、これで E メールを。あ、これできました。はい。はい、もう安心です。すんなり行くためにはあのなんとかでログインするじゃなくて、自分で作成をしてください。これでメールが来るはずなんですが。が来ますかね。あ、来た。来ました。来た来た、はい、来た。それで、まあ、でアカウント確認ですね。はい、これを押します、はい。これでもうバッチシです。こうするとアカウントが承認されたので開きます。はい。開きました。お、来た。でここで今、うん、この番号入力。はい。電話番号、携帯番号。で、で、あの、はい、はい。ポップアップが行く番号ですね。はい。何かあった時に。このまま見ながら次へ次へと、あ、これスライドだね。スライド型、はい、はい、進んでください。はい、はい、でドライブレコーダーを登録で、ここの SIM カードの番号がこの下、あ、ここですね。はい、はい、下の番号です。ICCID ってやつをここに登録していきます、はい、なので皆さんこれをなくしてしまうともう二度と登録できませんので、ディーラーでこれを取り付けていただいたときはこの辺にこうポイント入ってるんです、ね、入ってるか、この袋に入ってるかです。はい、はい、これ絶対必要ですよ。これがないとあの一番の売りができなくなりますからね、はい、結構桁数が多いから皆さん間違えないで頑張ってくださいね。はい、ダン、多分合ってる。でリクエスト、はい、リクエストしました。はい、されました。でこの後、はい、レックのボタンを押します。はい、レックのボタンを押す。はい、お、車両は運転状態です。はい、そうです。エンジンかかっている状態は運転状態になります。このように案内が入ります。毎回エンジンがかかっているかどうかも遠隔で分かるんですか。はい、分かります。え、すごい。でこの状態でこのライブボタンを押すと、はい、今現在地です。あ、本当だ。今ジープ世田谷にいますね。はい、でフロントでもいいですけども、これが家にいるとしましょう、はい、今車じゃなくてもこれができるってことですよね。来た。なのでもしよかったら誰か前に行くと、ちょっとじゃあ、 あのみっちゃん、みっちゃん、みっちゃんそのまま前行ってみて。でこれ時間差、少し若干誤差出ます。ストリーミングですからね。はい、来た、来ました。 OKOK です。来ましたね。これ結構ね10秒ぐらいかな。はい、10秒ぐらいの時間差なんですけれども、ライブ映像が見れてます。これすごくないですか。これをマンションで見れるから。そうです。で、振動とかの警告が来た時にプッシュとかも、はい、来ます。通知してくれるから、車が揺れたって言ってこれを見たらここに可愛い猫が乗ってるかもしれないよっていうことですね。はい、はい、優秀ですね。前方モニタリングね。はい、はい、あ、素晴らしい。で天気、温度あとはこの辺は私もまだ触ったことないので、この画面が私は入れないんですよ。あ、そっか。はい、なるほど。なのでここはもうユーザーさんしか入れないとこなので。なるほどね。いろいろ触ってみていただいて、いろいろいろんな使い方があると思いますので。わかりました。じゃあちょっとあの YouTube に細かくアップするんでご覧ください。わ、うん、かりましたありがとうございますそうしないとね、お客さんに説明できないんですよ。私ができるのはここの設定だけです。なるほど、なるほど。OK です。じゃあこんな感じで今設定が終わったので、おいおいはいろいろね、うん、皆さんと一緒に見ながら探っていきたいと思います、はいはい、なので今日からこの車がどこにあるかっていうのはもうこれですぐ分かってしまいますので、ね、あとはのなんか特段説明しておくことありますか。あとはもう本当に触ってみてほしいかなと。わかりました、はい、じゃあちょっといろいろといじり倒してみたいと思いますので、はい、あとは納車を楽しみにしております。そうですね。 OK です。冒険してください。貢献してきます。はい、あの納車の日、はい、そのまま、はい、あの伊勢神宮行ってきますんでそうですか。こっから伊勢神宮に行きます。わかりました。すごいです。とりあえず近場から攻めてみます、はい、
近くはないですけどね結構遠いですけどね途中ね、あの船とか乗りフェリー乗って行きますんで、いいですね、はい、まあ、国内ですから隣みたいなもんですよね、はい、確かに。いきなり交通安全祈願してきますんでね、チャンネルご覧の方楽しみにしててください。はい、はい、という今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今ね、これを見てラングラー欲しいなって思った方いると思うんですけど、ごめんなさい、売ってません売ってませんいつになったら、今じゃあ今ラングラー欲しいですって、今2022年の3月ですけど、はい、今ラングラー欲しいです佐藤さんって言いに来たら、はい、どれぐらい待つんですかね。まあ早くて年内っていうご案内になってくれますね早くて、はい、聞きました、早くて寝ないですって。なるほど、はい、そんなに待ちます待ってください皆様。まあ待ってる時がね、もしかしたら一番楽しいのかもしれないし ね、どのモデルも、どのモデルもですね、どんどん、ちなみに今あのスポーツがないのでルビコンかサハラだけです。ルビコンかサハラしかなくて3月ですけど、早くて年内、はい、お早めに。そうです、で今年内だから、遅れれば来年になっちゃうかもしれない、ね、そうです、はい、今は皆さんあの車を購入する権利を買ってるみたいな感じなので、そういうことですよね、はい、予約、そうですとんでもなく売れてますね。そうですね、ラングラーは多く売れてます。で、まあ、ラングラーに関しては早くて年内っていうことなんですけど、はい、まあ、いろいろ車ありますよね、はい、今一番佐藤さんこれいいかもなとか、まあ、ちょっと乗ってみたいなっていう車はありますか。まあ、コンパス、これぜひ乗ってほしいです。小さい SUV、 あの赤いやつですね。そうですね、一度ぜひ乗っていただきたい車ですね。どういうところがおすすめですか。まあ、運転してて重厚感ありまして、剛性力もあるので、うん、まあ、行きたい方向に本当に行ってくれる車で、癖もない本当に車、普通な車ですただボディ自体が頑丈なので、まあ本当にあのコンパスっていう車を、まあ知らない方なんかは一度乗ってみていただくと、あ、意外に運転しやすい、で大体ジープユーザーさん皆さん運転しやすいって言います。ほう、ラングラー乗ってる方たちとか他の車乗ってる方たちもみんなあれ乗ると意外に運転しやすいね、この車。ラングラーは、まあ、あのワイルドな方だから乗り心地で言うとワイルドな方ですよね、はい、ワイルドな方、うん、あっちはどちらかというと普通の乗用車に近い乗り心地っていう感じですかね。で、あの高速道路とか走ってもまあストレスはないですね本当に。今見えますか、あそこにね2台の車が並んでますけど、今乗ってる車が左の黒い車、ラングラーという車ですね、うん、で佐藤さんがちょっといいなって思っているのはこのコンパ コンパス、まあ、名前からしてもコンパスですから冒険心をね、そうです、くすぐる名前になってますよね、はい、なんか見た感じ少しコンパクトな感じしますけれども、室内空間どんな感じですか。室内空間もラングラーと正直あんまそんなに変わらないです。そうなんだ、はい、あの座席な部分に関してはだいぶ大きさ変わって見えるけどね。ラゲッジスペースはもちろんラングラーの方が大きいですけども、はい、椅子、まあ、運転席、助手席、後ろの席に関してはそんなに大きくは変わりはないですね、うん、なるほど。まあそんなに悪路をねバンバン走んなければ、はい、全然ね SUV としては優秀、はい、優秀です。ちなみにコンパス今欲しいよってなったら手に入るのいつぐらいですか、はい、これは早いです、1ヶ月か2ヶ月ぐらいで一番早いです。いける、コンパスいけます。あちらの車は行ける。ラングラー待ってる方たち、コンパス乗りながら待っていただいても、ね、はい、いいかなと、はい、待っていただいてね。でもね皆さん、あのこれちょっと 見ていただくと分かるんですけど、あそこ駐車してる車のね後ろのタイヤ見てください見て、はい、全部全車縁石超えてるんですよ、はい、そうです、乗り上げてますもうね普通一般的に近いっていう車でさえ、はい、縁石乗り越えて駐車しているのがデフォルトですからね、はい、ジープさんが言うところの普通の車であのレベルです。そうです、はい、普通だったらそこ吸ってるかもしれないですよ。乗り上げるのも簡単に乗り上げられますので全車乗り上げてます、ね、全車乗り上げてます。すごいですわ、さすが、はい、うん、ということでね、あのコンパス結構ね、ぜひ乗っていただきたいですね、うん、なんかラングラーだと敷居高いよとかハードル高いよと思われてる方も、うん、コンパス乗ってみると、はい、初級編にはいいのかな。すごくいいですね。でどんどんあの新しいモデルの車も出てきてるし、今後その電気自動車っていうのもやっぱりねジープで取り入れていってるみたいなので、そこもちょっと注目していきたいですよね。これそのうちねラングラーももちろんそのうち出ます、アメリカではね。ですね、出てますね、はい、
これがですよ、このオフロードカーが電池で動くって信じられませんよね、うん、でも意外とねレビューを見るといいみたいです、うん、なのでちょっといろいろ皆さん探してみてはいかがでしょうか。でもこの車は早くて年内ですからね。そうです、はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。また次回何かやるときはよろしくお願いします。かしこまりました。